闘技用の舞台。ゴーマの姿は見当たらないわね。闘技場の真ん中、何か湧き出てるよ。あの中からいくつもの殺気を感じる。ここで破れて死んだ連中の怨念が化け物どもを呼び寄せとるんじゃ。恨めしや殿。そう言われると急に不気味な場所に思えてきますね。怨念の仲間入りしないように気合い入れていこうぜ。怨念の仲間入りはせずに済んだわね。やはり噂通りの危険区域だな。いやはや、清涼が放置したい理由もわかるわい。油断は禁物だが、ゴーマとの戦い方や技を磨くには絶好の狩り場だな。同じような種類の敵が集まっているようでしたし、戦術的な面の訓練もできますね。うん、またここみたいな島に行くときは敵の種類を考えて準備した方が良さそうだね。